あ、どうも、皆様、こちら、マイブです。ということで、TikTok でパート62か61、やっていこう。うん。まあ、この格好はね、まあ、待ちもいい実況から見てる人は分かると思いますが、ドバイの大富豪ですね。おなじみの。おなじみのドバイの大富豪です。はい。ということで、じゃあ、やっていこう。ふぅ。いやー、今日でね、また一週間が終わりましたよ。いや、ほんと、頑張りましたね、この一週間。勉強やら部活やらね。ふぅ。さつと、あ、そうそう。グアムの無差別殺傷事件で犠牲になった方々のご冥福をお祈りいたします。はい。ということで、ちょっとほんと残念でしたよね、あのグアムのね、殺傷事件は。ほんと、グアムはね、結構安全なとこだって、僕も聞きましたよ、そりゃね。あれなんか浮き玉をしてたし。まあ、僕自体はグアムもハワイも行ったことないんですけどね。まあ、沖縄生まれなので、まあ、まあ、いいでしょう。はい、ということで、グゼースさんが来ております。ということでね、ちょっと今回合格すれば次に、あとはいろんなもん買いまくって、デパートですよ、デパート。念願のコンビニデパートですよ。コンビニ村にデパートできちゃいますよ。じゃあちょっと話しとくよ。どうも。あら、あんた、久しぶりね。久しぶりね。俺は、ちょっと、はい、結構ね、やってますよ。うん、はい。了解。オールドファッション。え、何、オールドトラフォードですか？オールドトラフォードですか？ちょっと、オールドトラフォードは僕の好きなマンチェスターユナイテッドっていうイングランドのサッカーチームのスタジアムの名前です。オールドトラフォード。オールド？何オールドって。うん。あ、そういやですね、あの前回もこの人が来た時に、まあ、いろいろとコメントくださってありがとうございます。で、そのコメントでは、例えばインターネットで調べれば1コロですよとかあったんですけど、そのやっぱインターネットで使うのはちょっとせこいなと思いまして、ちょっとそれはちょっと却下します、すいません。で、もう一つは仕立て屋でなんか試着をした時に、あら丸々な感じでいいですわとかさ、そういうの言われるらしいから、それを手に頑張ってくださいってコメントも来たんだよ。うん、だからちょっとそれをね、とりあえずやってみたいと思うんだ。はい、コメントくださった方ありがとうございました。ということで、じゃあちょっと早速やっていこう。寒い、寒い。よし。どうもー。うわ、これ全部やっていくか。じゃあまずこれからやっていこう。試したい。オールド来い、オールド来い、オールド来い。無難。無難の機かよ。よし、じゃあ次は 3D メガネ、3D メガネ。オールドってどういう意味だっけ？オールドってどういう意味だよ、この野郎。クレイジー。クレイジーっすか。オールド？何オールドって。ちょっと、試したい。オールド来い。あ、これこそドバイの、あ、フォーマルか。フォーマルか。じゃあ次、この、雷。鬼か。試したい。いいぞ。クレイジー。これもクレイジーか。オールドないね、オールド。オールドないね。よし。猫の被り物。よし。オールド来い。オールド。ファンシー。オールドねえな。ねえな、オールド。やっぱ難しいね、4回目となると、さすがにね。チューリップハット。なんか踊る大捜査線でさ、イカリア長介さんが、これ被ってたよね、これ。ファンシー、これもファンシーかよ。どうすんの？ないよ。オールドないよ。ねえ、オールドないよ、この野郎。オールドどうすんだよ。やべえよ、やべえよ。オールド、オールド。よし。ちょっと、オールドないの、オールド。
発注のすね当て。おーどうぞ来い。あ、言ってくれないのね、あんた。あんたは言ってくれないのね。服は言ってくれるのかな。ラテンのユニフォーム着てみたい。うわ、言ってくれないのかよ。うわ、マジか、オールドないのか、ちょっと、しょうがない。じゃあ、ちょっととりあえず持ってるものを、ちょっと、着せ替えしまくって、それでオールド、やりましょう。よし、頑張ろう。オールドか。迷うな、オールド。てか、わかんねえよ、オールドってなんだよ。オールドってなんだ？なんでガチでオールドって。よし。チェックして。よし。グレースのファッションチェック。一周回ってオールドファッション。はい、皆さん一周回りましょう。一周回りましょう。はい。お願いします。お願いします。ポチッとな。ですよねー。ですよねー。怒られちゃった。ちょっとどうしよう。じゃあですね、とりあえず。よし。いろんなもん。じゃあ次は。青いニット帽。よし、これで行こう。キリがないな、これずっとやってたら。リベンジしたい。よし。グレースのファッションチェック。一周回って、オールドファッション。はい。むずい。むずいぞ。次は、ワークキャップ行ってみるか、ワークキャップ。で、さらに、どこ行った？あれ。あれあれ。あれ。あれ。ない。あ、あったあった。よし。これでいいんじゃないか？これで。一応なんか、おしゃれにしてみたけど。リベンジしたい。よし。グレースのファッションチェック。これ飛ばせんのかな、これ。お願いします。よし、これでいこう、これで。これでいいんじゃないか、さすがにこれで。もうこれ自信満々なんだけど、これで。リベンジしたい。よし、頼むよ。グレースのファッションチェック。はい、行きましょう、行きましょう。お願いします。オールドって何？夢？それドリームか。でも、そのマンチェスターユナイテッドのスタジアムのさ、オールドトラフォードってさ、別名夢の舞台だからさ、ちょっと夢？ちょっと夢っぽいやつ探しに行こう。よし。夢じゃないあれもこれも夢か。夢ね。夢っぽいやつ。夢っぽいやつか。夢に出てきそうな夢があるファッションでしょ。夢？どうしよう。どうしようかな。マカオリハット、じゃあちょっと、海賊風ので行ってみるか。やっぱね、有名な感じで。海賊はロマン、男のロマンということで。これで行こう、これで。なんか頭はもうこれでいいよ、もうめんどくさいから。これでダメだったらもう今回諦めます。諦めてね、また動画を撮ってないところで出直します。または、また今回はもうやんないで、また次回のお題で
やりたいと思います。はい、ん、どうした渦巻き。はいはい、欲しい本。はい、あ、どうぞどうぞ。いらん、いらん、高い。あれがね、200ベルだったら買ってやったのに。てか1100ベルでもさ足りないってさ、お前どんなに高い本買おうとしてんだよ。だったら我慢しろよ。まずまず我慢で我慢。それさ、そこら辺にあるフルーツ売ればさ、軽くもう10秒くらいで1000ベルは稼げるからさ、それやれよ。もうバカじゃねえのあいつは。よし、ちょっとお願いします。グレースさん、お願いします。グレースのファッションチェック。オードファッション、ちょっと、ああ、この野郎ふざけんなてめえ、ふざけんなてめえ、この野郎。きっしょー、もう限界だ。もう私限界、私限界です。ちょっと、マジでもうダメじゃん。もう終わったじゃん。もう終わったじゃんこれ。ひどいよ、あんた。あんたひどいわ。あんたひどいわ。この野郎、この野郎。この野郎。無視かよ！この野郎。どや。よし。よし、ちょっと。くっそ、悔しいわ。もうあれがダメだ。なんでも無理でしょ、もう。もうやだわ、ほんと。ちくしょー。あんにゃろー。あんにゃろー。あんにゃろー。うぜえわ、ほんと。もうあのキリン嫌だわ、ほんと、もう。もうキリンが嫌いになりそうだわ。もうキリン恐怖症になりそうだわ。もう嫌だわ。もう嫌だわ、ほんと。うわー、もう嫌だわ。ちょっと、金の斧をね、手に入れるために低木買いましょう。よし。買うぜ、買うぜ。買っちゃう。よし。そろそろ金の斧もらえるかな。あ、ふざけんなってみろ、おい。この野郎、喧嘩ってんのか、おら。ちょっとうざいな、あの言い方。あ、間違えた。間違えた。ちょっと、金の斧くれよ、この野郎。金の斧。金の斧くれてめえ。金の斧よくせ。金の斧くれ。死なねえよ。お前が楽しみなんてどうでもいいや、バカ野郎。金の斧よくせ。うわもう、今回ついてねえ。今回ついてねえべ。うわもうやだわ。もう今回何もついてねえじゃん。はぁ、あ、そうだ、じゃあ、ちょっと、あとはね、確か今日、ショコラの誕生日でしたね。はぁ、あ、誕生日プレゼントどうしよう。どうしよう、誕生日プレゼント。誕生日プレゼントどうしよう。どうしよう、誕生日プレゼント。ちくしょう、ちくしょう。誕生日プレゼントどうしよう。あー、買ってくればよかったわ。ホームセンターで買ってくればよかった。ちくしょう。どうしよう。あげるもんなんもね。じゃ、ちょっと、俺が魚一本釣って。よし。あのビニールチェア買えばよかったね、さっきあの人から。うーわー。てっちゃんなんかくれ。なんかくれ、てっちゃん。何か聞かせて。おう。あ、滝つぼ、川、海、川。おう。あー、悔しいよね、それ。おう。よし。うわ、あう。じゃあ今回はこの辺でおしまいしたいと思います。じゃあまた 60.5 みたいな感じで、とりあえず、まあ次回、ショコラのね、おまけとして誕生日会参加したいと思います。ワクサギ、よし、ワクサギあげよう。ということで、ご視聴ありがとうございました。